一つも全て紹介し終えるまで終われません。続きましてはファインディングニモよりドリーをやってまいりましょう。懐かしいな。ファインディングニモはね、こう映画館で見たじゃないんですけど、なんか地域のなんかその子供会みたいなものをが小学生の時にあって、でそれでちょっとしたシアターみたいなので映画鑑賞会があるからみんなで見に行きましょうと言ってね、電車乗って行った記憶がありますね。その時に見たっていう感じですね。Z 型に、どこ、ここ、どこ、どこ、あったーってね、意外と消してくれるみたいですね。23個って言ったらなかなかの数だと思いますよ。どこ、どこ、こっち。ね、Z というよりなんとなく2な気がしますけど、まあそれはいいや。ね、でも Z 型に動くっていうのがやっぱこうなんかドリー独特だからこそできてるって感じがしますね。どっち、あっち、そっち、どっち。笑いでね。はいはい、さあどんどん行きましょう。ああ、これなかなかいいっすね。うん、たまたまその今回のそのツムの配置がいいのか、それともドリーがやっぱりいいのか、なかなかに一気に消してくれますねと思ったらちょっと詰まっちゃって全然撤回。さあやっていきましょう。どこ、あっち、こっち、あちょ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 、逆逆、ほいほいほい、よいしょ、ほいほいほい。さあどんどんやっていきましょう。消して消して。でもまあでも魚って確かに記憶力ないとは言われてるんですよね。学習能力はあるみたいですけどね。学習能力あるから、まあ、一度釣られね、魚釣りで釣り上げられそうになって逃げれたらこう釣り針にめちゃめちゃ警戒するみたいなのはあるんですけど、猫って猫とか鳥とかって散歩歩いたら記憶なくすって言われてるじゃないですか。魚も同じらしくって、まあ、散歩って足がないんでね、散歩っていう概念はないですけど、まあ、それくらい早くにその記憶をなくすというふうには言われているそうなんですよね。うん。バーっと一回、いや間に合わなかったね。うん。まあ、だからドリーの方が案外魚という概念考えたら正しいっていうことが言えるという、まあそんなお話でございました。はい、200万超えましたね。あのレベルアップボーナスつけてね。はい、ということで、ドリーは Z 型にツムを消していくスキルを持ってました。では次回また。バイバイ。